九州北部豪雨災害から8年、死者22人を出した阿蘇市で、令和2年7月12日、犠牲者の冥福と市の復興を祈って追悼行事が行われました。追悼行事は雨のため会議室で行われ、午前9時から佐藤市長をはじめ、遺族や市議会議員、市の幹部職員らおよそ35人が参列して行われ、庁舎屋上には半旗が掲げられました。参列した人たちは、阿蘇市内に一斉に鳴らされるサイレンに合わせて黙祷を行い、九州北部豪雨災害で亡くなられた犠牲者と、今回の県南の豪雨災害で亡くなられた犠牲者の冥福を祈りました。そして佐藤市長が、あの日から8年が経過し、現在、国、県の災害対策で、治山、砂防、治水など様々な事業が行われており、豪雨災害の復興は着実に進んでいます。予期せぬ災害を風化させることなく、防災体制の強化、自助、共助を中心とした一人一人の防災意識の高揚を図り、安心安全な街づくりの実現に向け、今後も前に進んでいく決意ですと追悼の言葉を述べ、犠牲者の冥福を祈りました。8年前の九州北部豪雨災害で、父親の白石嗣夫さんを亡くした白石勲さんは、当時を思い出しながら次のように話しました。毎年ですけどですね、この時期になるともう心配で、もう早めにとにかく避難して、もう今度は3日ですかね、避難しました。阿蘇市では8年前の平成24年7月12日の未明から午前7時までに 459.5 ミリの大雨に見舞われ、外輪山の至る所で崖崩れが起き、家屋の全壊60棟、死者22人を出す大惨事となりました。外輪山の頂上付近から崖崩れした阿蘇市一宮町坂梨の災害現場では、現在も復旧工事が進められています。